こんにちは、ゆっくり霊夢です。前回の動画では廿日市市の、廿日市駅、桜を、夢タウン、市役所といった、中心市街地やその東のエリアを散策しました。今回は廿日市市の中心より西方向の、宮内串戸駅やその周辺のニュータウンを中心に、散策します。ゆっくり街散策チャンネル。ここは広島電鉄の廿日市市役所前駅、廿日市中心部へのアクセス駅です。今回はここからスタートして、寄り道しながら、JR 宮内串戸駅方面へ向かいます。ちなみに廿日市市役所前駅と宮内駅の間には、広島電鉄宮島線唯一のトンネルがあります。廿日市市役所前駅から南方向に伸びるこの道路は、2006年に整備された道路で、ふれあい通りという愛称があります。現在の廿日市市役所前駅は市の中心駅の一つで、電車とバスの乗り継ぎに便利な交通結節点の機能がありますが、2006年以前は駅への道路の道幅が狭く、自動車の乗り入れが不便だったそうなので、この道路の整備によりかなり改善されたようです。またこの道路の整備と同時期に新宮中央公園や、廿日市市総合健康福祉センター、アイプラザ、廿日市郵便局などが整備されました。駅から徒歩約5分歩くと、国道2号線宮島街道と交差する、新宮一丁目交差点です。交差点を直進してすぐの場所に、市役所、図書館、文化ホールが一体となった複合施設があり、この交差点周辺に公共施設が多く集まっています。また交差点南東角には、スーパーのアルク、エディオンなどのお店が入居する、ショッピングセンター、ディナコーンと、があり、交差点を南へ徒歩約5分の場所には、夢タウン廿日市があるなど、商業施設が充実しています。交差点から西方向へ、国道2号線宮島街道を進みます。国道2号線は廿日市市内では、山沿いを通る西広島バイパスと、海沿いを通る宮島街道の2ルートあります。市と交差点では観光立橋と立体交差しており、右方向へ曲がると西広島バイパスや、山陽自動車道に接続する広島岩国道路の、廿日市インター方面へ移動できます。アルカディアビレッジってなんか強そうな名前ですね。調べてみたらキャンプ施設のようでした。ギリシャにアルカディア県という自治体があるみたいですが、何か関係があるのでしょうか。調べてみてもよくわかりませんでした。串戸立橋をくぐり抜けると、串戸という住所となります。左手は海で漁船が並んでおり、奥には東証一部上場企業の木材建具メーカー、ウッドワン串戸工場があります。トヨタのカーディーラーや焼き鳥屋などお店が見えてきました。山口銀行廿日市支店、廿日市総裁会館、ソフトバンク、薬局、個別指導塾スタンダードなどなど。左側のラーメン屋はネットの口コミでは、店内はカープ色が強いらしく、多くの方が味に対する評価が高いですね。今度、廿日市を訪れる時は行ってみたいです。東京書店は3階建てぐらいでしょうか。ドーンと店を構えています。松屋、ゲオ、マクドナルドといったお店もあり、串戸地区の宮島街道沿いはお店が多く立ち並びます。マクドナルドの先には御手洗川が流れており、この川を渡ると地御前という住所となります。川を渡ったに引き返します。ゲオと東京書店の間の建物は解体中でした。痛そう。広告枠が3つ空いている、宮内分かれ交差点を左折し、西方向へ進みます。農協の横を通って3分ほど歩くと踏切があり、踏切の北側に広島電鉄の宮内駅があります。道路からホームへそのまま入ることができ、改札、駅舎、ロータリーなどはありません。広島駅と広電宮島口を結ぶ広島電鉄2号線は、昼間は約10分間隔で運行されており、宮内から広島市中心部の神谷町まで約40分、運賃は250円です。広島電鉄の踏切を通って西に進み、すぐの場所に今度は JR 山陽線の踏切があります。右方向にすぐの場所に見えるのが宮内串戸駅です。踏切が連続していることや道幅が狭いので、通勤や帰宅時間帯は渋滞しやすそうですね。JR の踏切を越えて右折して1分ほど歩くと、JR 宮内串戸駅です。宮内串戸駅は頂上駅舎で西口と東口が設置されており、こちらは広々としたロータリーがある表玄関の西口です。
1988年開業で比較的歴史の浅い駅です。駅近くのニュータウンや、廿日市市北部の佐伯方面へ向かう広電バスと、廿日市桜バスがロータリーに乗り入れています。駅西口周辺の様子はこんな感じ。1階に塾や薬局が入居し、2階以上は住居となっている。郊外の駅前によくありがちな複合施設や、戸建て住宅が立ち並びます。駅前ロータリーは2008年に整備が完了したそうで、開業から約20年は駅前までの道路は道幅が狭く、不便だったそうです。駅舎内の改札周辺の様子です。朝と夕方以外のほとんどの時間帯は係員不在で、緑の窓口は2020年に機械化されました。反対側の東口は、このような感じで駐輪場はありますがロータリーはなく、必要最小限という感じですね。駐輪代は1日110円だそうです。宮内串戸駅を後にして、駅から西方向にある宮内地区や、四季ヶ丘、宮園、陽光台といった、ニュータウン地区を散策します。宮内串戸駅はこれらのニュータウンのアクセス駅となっており、廿日市駅の1日平均乗降客数が約4000人に対して、宮内串戸駅は約5000人であり、廿日市市内で最も乗降客数の多い駅となっています。宮内串戸駅西口周辺はこのような感じで、比較的新しい住宅が多く並び、歩道が広くて歩きやすいです。中国電力ネットワークセンター近くの交差点を左折して右へ進むと、国道2号線西広島バイパスと立体交差する宮内交差点で、スシローやカーディーラーが周辺にあります。左折すると広島岩国道路の廿日市インターです。宮内交差点の東西方向には横断歩道がないため、地下道を通ります。たまに郊外で見かける、こんな感じの地下道って、暗くて雰囲気があまり良くなくて、あまり好きじゃないんですよね。宮内交差点を西へ進み、県道30号線に入ります。県道30号線は廿日市市中心部と、廿日市市北部の佐伯、吉和方面を移動する際のメインルートで、交通量の多い道路です。廿日市市の北部は行ったことがないので、どんなところなのかとても気になります。この辺りは宮内という住所で、スバル、トヨタ、タイヤ缶などの車関連のショップ、スーパーのユアーズ、ツタヤ、セカンドストリート、など多くのお店が集まっていますね。山陽新幹線の高架橋が見えました。近くにモスバーガーがあり、新幹線が通過するのを見ながら、ハンバーガーが食べられそうです。多分。新幹線の向こう側にもお店などが多く集まっており、理髪店、ピザ屋、広島信用金庫の支店、市信用、こと広島市信用組合の支店、広島県内にめっちゃ店が多いドラッグストアのボンツ、子育て応援の西松屋、Aコープファーマーズ宮内などなど、さらに西に進めば、炭火焼肉、整形外科、ドコモショップ、イオン系列のディスカウントストア、ザ、ビッグなどなど、その西にはもみじ銀行、広島銀行、郵便局など、様々なお店や施設が、宮内地区の県道30号線沿いに集まっており、生活に必要なものの多くがこの周辺に集まっています。二級河川の御手洗川を渡った西のエリアは、さすがにそろそろお店が途切れるかと思いきや、JA 佐伯中央の本店があり、その隣にはドラッグストアのボンツ、わら、西松屋の隣にあったボンツから、一ケムも離れていませんよ。さらに西へ進むと100円ショップのダイソーや、焼肉、寿司食べ放題の飲食店があり、お店、になると思われる建物が建設されていました。宮内串戸駅から約2ケム離れた場所まで来ると、マンションなどはあるものの、お店が多く集まるエリアはこの辺りで終わりのようです。山が近くなっていき、坂道を登ります。北部の佐伯へはこの先は峠越えの区間となります。四季ヶ丘南口交差点を右折して、県道30号線から離れ、四季ヶ丘へ向かいます。さっきの坂道よりも傾斜がきついですね。四季ヶ丘は近鉄不動産が主体となって開発した、廿日市市の高台にあるニュータウンです。
1980年代後半より宅地分譲を開始し、現在は約6000人がこの地区に居住しています。四季ヶ丘11丁目のみ山陽自動車道の東側に位置し、1丁目から10丁目は西側に位置します。坂を登って、この辺りは四季ヶ丘11丁目、バスの折り返し場があり、路線バスがこの辺りまで乗り入れています。四季ヶ丘からのバスは宮内串戸駅方面と、広島バスセンターへ向かう路線があり、宮内串戸駅方面は1時間に2本程度、広島バスセンター方面へは平日のみで、1時間に1、2本程度です。宮内串戸駅方面は、多くもなく、少なくもなくといった本数でしょうか。四季ヶ丘の間を山陽自動車道が通過しており、その西側が四季ヶ丘のメインエリアとなります。このように戸建て住宅が整然と立ち並び、ニュータウンらしい雰囲気となっています。四季ヶ丘の中心にはアコールプラザ四季ヶ丘という、子供センター、整骨院、歯科医院などが入居している施設があります。以前はこの場所にスーパーが入居していたそうですが、2012年に閉店、四季ヶ丘にはコンビニもないため、坂を下って、宮内や陽光台地区まで行かないと、買い物ができず、不便そうです。アコールプラザから西側のエリアは、このように公園として整備されていて、このように水の音に癒されることのできる、水路が設けられています。また四季ヶ丘の西側には四季ヶ丘公園、ポポロの森という大きな広場や遊具を備えた、大きな公園があります。ピクニックなどにとても良さそうな公園ですね。四季ヶ丘内には小学校、中学校、幼稚園といった、教育施設が揃っており、大きな公園もあって思いっきり遊ぶことができるため、子育て世帯の方々で自然に近い場所で、のびのびお子様を育てたいという方には、移住先候補の一つとしても良いのではないでしょうか。家と家の間の隙間からは、このように廿日市の市街地と瀬戸内海が見えます。場所によっては家の窓から、瀬戸内海を眺めることができそうですね。この辺りは四季ヶ丘市、2丁目で、左側の2丁目にはレンガデザインで統一された、住宅が立ち並んでいます。四季ヶ丘を抜けると宮園上という住所となり、宮園上地区の東側を通過する山陽自動車道を越えると、宮園という住所となります。こちらも戸建て住宅が整然と立ち並ぶ、ニュータウン地区で、宮園地区の北側にはローソンがあります。宮園地区の中心には郵便局、薬局、市民センター、公民館があり、洋風のおしゃれな建物は何かと思ったら内科クリニックで、左には JA 宮園支店があったようですが、潰れてしまっています。宮園地区から北へ進むと、陽光台という住所となります。セブンイレブンやホームセンター港南、スーパードラッグひまわり、スーパーの富士山など、お店が集まる場所です。宮園、四季ヶ丘といった地区から買い物をしたい場合は、この陽光台地区まで出る必要があります。陽光台から坂を下ると国道433号線と交差する、陽光台北、交差点があり、右折すると廿日市中心部ですが、左折して寄り道します。国道433号線をずっと進むと、広島市佐伯区との境界がありますが、その境界付近はカーブが非常にきつい、七曲がり峠となっているそうです。左手に鳥居が見えてきました。早谷神社です。交通安全祈願の神社として、全国各地から車のお祓いのために、参拝者が多く訪れるほか、広電バスの車両もここでお祓いを受けるそうです。厳島神社、府中町の太江神社とともに、秋国の三大神社の一社で、かつては厳島神社よりも格式が高かったそうです。国道433号線を東へ進み、廿日市中心部方面へ向かいます。道路の北側には可愛い川が流れており、結構水が澄んでて綺麗でした。水がとても可愛いですね。この辺りは上平という住所で、丸食というスーパーがあります。その後ろには陽光台の高台に位置する、戸建て住宅がずらずらと立ち並びます。東へ進むと、国道2号線西広島バイパスと立体交差する、上平交差点で、東西方向に横断歩道はなく、歩行者は地下道を通ることとなります。先ほど通った宮内交差点の地下道に比べると、小綺麗な感じで通りやすかったです。
坂道を通り抜けて進んでいくと、このように高台から廿日市の市街地を眺めることができる場所があり、恐竜のような生物が魔法によって石化されていました。なんかこの顔、ポケモンのジュプトルに似てません。これは何ですかね、トリケラトプスでしたっけ。恐竜詳しくありません。でもなんというか、ハンサムな顔してますね。折れてしまいそうっていうのは冗談ですが、道路に向かって右側には、峰高公園があります。大きな広場があるほか、公園の中の方は詳しくは見ていませんが、長さ約30ムのローラー滑り台などの遊具が設置されているそうです。今回の散策はこれでおしまい、JR 廿日市駅へ戻ります。峰高公園近くの交差点から、北方向に向かう陸橋の上を歩いているのですが、結構眺めが良いですね。今回は廿日市市の宮内串戸駅やその近くのニュータウンを中心に散策しました。串子、宮内地区ともにお店が充実していて、生活しやすそうな地区でしたね。四季ヶ丘、宮園、陽光台といった地区は、ニュータウンという雰囲気で、自然が近いことや大きな公園があり、子育てしやすい環境かなと思います。ただ高台に位置しており、路線バスの本数がそこまで多くないことや、駅から離れており、四季ヶ丘地区の場合はスーパーまで距離があるため、自動車がないと生活に不便そうかなと思いました。この動画をどのような方が見ているかはわかりませんが、廿日市市に移住を考えている方がいらっしゃいましたら、この動画が何かの参考になれば嬉しいです。当チャンネルではこのような街散策動画を投稿していますので、この動画が好きな方は、チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いいたします。他の動画もよろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。